国防分析研究所とは、システム分析センター、科学技術政策研究所及び通信コンピューティングセンターの3つの連邦政府出資研究開発センターを運営し、特に科学的及び技術的専門知識を必要とする安全保障問題に対処して、アメリカ合衆国政府を支援する非営利型法人である。研究所の本部は、バージニア州アレクサンドリアに所在する。 IDA の誕生に不可欠な二つの方針は第二次世界大戦によって生まれた。一つは複数の軍師を一つの調整された省庁に統合するというもの、もう一つは科学及び科学者と安全保障との関係強化を実現するというものであった。一つ目の方針はハリー・トルーマン大統領が1947年と1949年の 国国家安全保障法ににに署名し、国防総省を創設することにより実行に移された。一方、二つ目の方針については1948年、初代国防長官府長官であるジェームズ・フォレスタルが兵器システム評価グループを設立し、創設間もない国防長官府に技術的な専門知識と分析手法を継続的に提供して、軍の統合を実現させるとともに、 次の事項を実施して国防長官府及び統合参謀本部を支援させた。ドワイト・アイゼンハワー政権の初期の段階においてベセグに対する要求は少人数の軍人や軍属で構成されるスタッフの能力を超えるようになり組織改革が求められるようになった。いくつかの選択肢が検討された後、1955年国防長官及び 統合参謀本部議長は、当時マサチューセッツ工科大学の学長であった、ジェームズ・アール・キリアン・ジュニアに、民間の非営利の研究機関の設立を支援するように依頼した。大学コンソーシアムの講演を得たその機関は、高度な資格を有する科学者を集め、ベセグによる国家の最重要国防問題への対処を支援した。1956年4月、この機関は、 IDA という非営利組織として法人化された。1958年、IDA は国防長官の要求により新たに創設された高等研究計画局を支援するための部局を設置した。まもなく、この部局の役割は国防時間保のすべての事務局に対する科学的及び技術的な研究支援へと拡大された。1956年当時、 IDA は5つの大学により監督されていたが、1964年には7つの大学を加えた12の大学へと拡大された。大学による IDA の監督は、プリンストン大学、コロンビア大学などでのベトナム戦争に対するデモの余波を受け、1968年に終了した。その後、IDA 最大の研究所であり、コスト分析、コンピューターソフトウェア及び、 エンジニアリング、戦略及び戦力評価、並びに実用試験を行う研究分析センターの監督のもとに各部局が創設されるようになった。1990年代の初めには、シミュレーションセンターが創設され、高度な分散シミュレーションが研究されるようになった。また、近年では、統合先進戦闘プログラムが創設され、新たな運用構想が開拓されている。 IDA によるアメリカ国家安全保障局への支援は1959年に開始された。これはニュージャージー州プリンストンへの通信研究センターの設立に際して要求されたものであった。1984年及び1989年の国家安全保障局からの追加要求によりメリーランド州部位にコンピューター科学センターが さらに、カリフォルニア州ラホイアに2カ所目の通信研究センターが、それぞれ設立された。暗号学及び情報運用に関する研究を、行うこれらのグループは、IDA の通信及び、コンピューター FFRDC を構成することとなった。2003年、IDA は、独立した FFRDC である、科学技術政策局などの行政機関組織に技術、 および分析支援を提供する科学技術、政策研究所を監督するようになった。IDA は、その歴史を通じて、他の連邦政府機関に対する支援も行ってきた。近年の業績としては、アメリカ合衆国国土安全保障省、アメリカ航空宇宙局、アメリカ合衆国国家情報長官などを、支援するための研究が挙げられる。IDA の FFRDC は、 政府の財源のみで活動しており、営利企業や営利団体のための業務は行っていない。システム分析センターは、3つの FFRDC の中で最大の研究機関であり、バージニア州アレクサンドリアの IDA 本部と一緒に設置されている。策は、科学技術上の専門知識を必要とする問題を重視しつつ、重要な国家安全保障問題に対処している。 国防長官府、統合参謀本部、戦闘コマンド及び国防総省所管機関を支援している。科学技術政策研究所はワシントン DC に所在している。この研究所はホワイトハウス科学技術政策局などのアメリカ合衆国政府及び連邦政府機関の行政機関である事務局や評議会に対し科学技術政策問題に関する客観分析を 提供している。2003年に IDA による運用が開始されて以来、ストッピーは倫理的、法的及び社会的な事象に関する調整密的な調査から航空研究開発までのあるいはアメリカ合衆国の美政策の効果から国際的な研究協力の促進手段までの広範な問題に関し、OSP に対する支援を続けてきた。この事業の実施にあたり、 ストッピーの研究者たちは民間企業、学術機関及び非営利組織の代表者たちから幅広く助言を得ている。1959年、IDA の通信研究部局である通信情報センターが国家安全保障局が高度な暗号学上の問題を解決するのを援助する民間の研究機関として設立された。この研究機関の長は コーネル大学の数学教授であるジョン・バークリー・ロッサー、シカゴ大学数学部長、リチャード・ライブラー、プリンストン大学数学者、リー・ニューワースが歴任してきた。この機関は、現在、メリーランド州部位に所在するコンピューター科学センター、および、ニュージャージー州プリンストンおよび、カリフォルニア州ラホヤに所在する2カ所の通信研究センターで構成されており、 ネットワークのセキュリティ問題にも取り組んでいる。広範な分野の中でも、特に高度な暗号化分析、高速コンピューター技術、先進アルゴリズムの開発及びその適用、暗号のアルゴリズム及び数学上の基礎、通信保全を支援する、コンピューターネットワーク技術、サイバーセキュリティを支援する、インフォメーション処理及び膨大データセットの解析が、特に重視されている。 プリンストン及びラホヤの研究センターは暗号に関する数学を主たる研究対象として設立され、V の科学センターはコンピューターサイエンスを主たる研究対象として設立されたが、いずれも独自の分野に関する研究も行っている。ただし、それぞれの研究センターは緊密な連携を維持しており、重複した課題に取り組んでいる研究チームを共有している場合も多い。 IDA には約1500名の研究員、専門家、補助者及び支援要員が勤務している。その多くは軍学校、または軍での勤務経験を有している。約56%が博士号を取得しており、36%が修士号、8%が学士号を取得している。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物である。 アメリカ合衆国連邦政府が作成したのウェブサイト、もしくは文書本文を含む、ありがとうございます。